流れるように無駄がなかったね。さっきのチーム。流れるように本当に嘘みたいに無駄がなかったです。ホワイト戦。なんかもう無駄な動きがなくて。いろいろもうイメージ通りにできた。恐ろしいことはあるよね。なんかあります。これなんだ？ディストーションじゃなくて、あれ？もうめっちゃから終わるか。これ、それともさ、なんか斧構えたらオーラが見えるとかなんかあったような、なかったような。あ、これ、あれじゃないよね。これ焚き火の音だよね。あ、いいんだろう。ヒロちゃんの真骨頂。鬼のスルーパス張りに、3人別々なとこで回せっていう。初めはね、きつい。苦しい。でも、いつかわかる。花開くときが来る。こっちの形の方が恐ろしいことになるという気がしてます。時間はかかるんだよ。透明の可能性もある。いや、あの辺。電話で試合入れ。透明がない。こうなるともう責任持って回すから。こっからだ。ディストーションがあるから俺はマークはず。おい、何してんの？マジでこいつ何してんの？いやー、もうさ、異常事態レベルでやべえやついるよな。テーブルウォードから救出されなくて文句言えねえぞ。小倉優衣って。テーブルから。もうテーブルなんとかして、救急箱みたいなの持ってなかった？ディストーションで一発なんかカバーはできるんだわ。多分、ディフェンス面とか救助面とかでなんか役に立つ。なんかの可視化パーク、可視化パーク持ってる。や、不要なあれは避けよう。いやー、無理してやりすぎだよ。率先してやりすぎだよ、もうよ。バランスが悪いけど。チームバランス。よし、OK。おい、当たっちゃった。そんな遠距離なのに。遠距離で回避したつもりが。立て直して。いやー、セーブルボードは立て直せ。もういいから。もう
木村優衣が異常レベルで回してるから1が1は奇跡的に調整できたっていうか、奇跡的にアズレンギ回せるエリア立て直して2人はもうリーチだから、もう仕方ない。トンネルっていうか、あそこな、なんで当たってんだよマジで。うん、あのいい、もう回してもらっていいよ。もうセーブルボードは、あと1台だからもう一旦離れるわ。最悪捕まってもいい、テーブルボードを回してくれれば無理をして。木村優衣も見せろよ、発電機を回す貢献はあったけど、ただ俺もちょっと無理はできねえぞ。このチームバランスが悪いから、今見つかることは危険を意味する。とか。ああ、なんだこれ。いや、もう、キノコの言ってる場合じゃない。ここでやれなきゃ女性が惚れるプレイヤーじゃない。たとえ負けても、戦った姿なんだよ。全世界の、女性陣が。戦ってない男性サバイバーどこにいんだ、逃げてる、チキってる。木村優衣が一つだけ良かったのは異常レベルで発電機回したこと。テーブルもあれ無理しないで欲しかったわ。お、わかった、ハロー。最後の戦いに備えて。ああ、戦える。行くしかない。脱出の道を選ぶしかない。俺は脱出どっちとどっち。ああカバー入るか、難しいけど。これや、これや、ヒロちゃん。で、トワイのエース。よし。あの遠距離で見えたからと思って右行ったら当たっちゃったって、やりきゃよかったな。テーブルの人もどうして、オフレコを使って、オフレコを使って鎮魂しない中で助けに入った。オフレコ使って、あと、我慢効果ついてるから。外の仮説。うん。多分。じゃないとおかしいもんな。無謀すぎて何考えてんだろうと思ったけど。ヒロちゃんって発電機しか回してないでしょうって言うでしょ。うん。いや、この試合見ればわかるでしょ。木村優衣という発電機回す役割の人がいるんだから。俺が、俺でいいんだわ。その分だけ無駄がなくなったっていう。うん。露見する闇だったんだ。なんかで見てんなぁと思ったわ。タイミングはあれしかないよ。二人目吊るす瞬間に、吊るす前くらいに一人目救助。野良モブマジ遅いから。担いだら、もう球場入ってる状態の方がいいわ。担いだ瞬間でいいわ。担ぐ前、前はだ、早すぎて。担いで、まあ、服の方を見てる間に、一人作ってやるっていう。基本ですけど。あ、野良モブはね、もうね、遅いか早いか。あんなもう一人釣った時点で入ってるとか。
もうしょうがないけど、二人吊るすのはしょうがないけど、最悪だから、だけど、安全救助ってはその、それしかないから。二人目を担いでる間に、一人目、救助する。で、次二人目、死者に入れるっていう。ノラモブなんかね、チキっておっせえやつとね、この基本が分かってないやつとね、なんかね、もうね、二人目も吊るさせないようにしようと思ってね、なんか無理やり一人目つって大惨事になるっていう。うん。結局二人救えないっていう。恐ろしい事態が。が、チキって、タイミングを逸して、遅くて。早くてのと、遅くて。二人目担いで、フックの方を見てる間から、担いだ時。くらいに救出できれば最高かな。前だと、気づかれる可能性がある。はい。当たり前のこと言ってると思うんですけど。しかし、二人は釣られるよっていう。何か策がないんだったら、ライトも持ってるとか、なんとかなんか策がないんだったら、もう無理だから、あれ。